どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思いますというかやっています。で、今回はメインストーリー、シーズン2、ヘルの一章、黒い武士、幸運に挑戦しています。で、耐久パーティー組んでるんで、ちょっと時間がかかりそうなんで、80% まで削ったところから、録画を開始しました。で、編成の方なんですけど、編成は、ペット使えないな。編成は、ベリーハードをクリアした時の編成と同じですね。ケイド3立てで行ってます。で、ただ見守ってるだけなんですけど、微妙に耐久ができないので、ペットの無敵スキルを使ったりして、しのいでますね。うん。動画的には全く面白みのない、あれ、動画になってると思うんですけど、ただ耐久パーティーなので結構時間がかかる。危なくなったらペットどうしようかな。迷っちゃうな。で、一応使ってる編成としては、のほさんですね。のほさん、感電があるので、感電免疫対策として、のほさんを入れてます。で、陣形の方は、ちょっと感電免疫が足りなかったので、戦術陣形を使ってます。で、基本的にケイドさんしか殴られないので、ケイドさんの感電免疫が足りてる感じで、感電にならなければいいと思います。で、ちょっと、よそ見してる間に負けるといけないんですけど、装備の方ですね。で、ケイドさんは、サレオスのセット装備を5セットつけて、あと怒りですね。怒りを1個つけてます。で、ケイドさんの、この、信念の突進ですね。このスキルを、切れ間なく回したいということで、サレオスのセット装備にしてます。で、このスキルなんですけど、敵に与えるダメージ減少効果、今私のレベルで 50.8% 減少すると。で、20秒間続くということなんですけど、スキルクールタイムが今19秒になっているので、まあ、常時この敵が与えるダメージ 50% 減少が効いているという感じになってます。大丈夫かな？大丈夫。じゃあ、あと、のほさんですね。のほさん。のほさんは、傭兵団長のセット装備を2セットだけつけてます。で、すべてのスキルレベルが1上昇。まあ、感電免疫に、が足りてれば、これ全部バリオンとか他の装備でいいと思います。で、あと、カリンさんですね。カリンさんは、まあ、ちょっと装備が足りなかったので、サレオスと、リザドリアにしてますけど、まあ、基本的に、全部サレオスで回復、こういう、なんだろう、回復力アップのやつをつければいいんじゃないかなと思ってます。で、あと、リナさんですね。リナさんの方も同じですね。サレオスの装備を使ってます。もう全然育ってないんですけど、殴られることないんで、とにかくスキルクールタイムを短縮して回復量を増やしたいと、いう感じですね。で、時間加速のアクセが2セットあったので2セットつけてます。大丈夫か？大丈夫ですね。残り 63%。じゃあついでに今の潜在力の方もいっちゃいますね。潜在力、ケイドさんはこんな感じです。こんな感じですね。もうちょっとこれ防御力 HP を鍛えたい感じはするんですけど、ちょっとエリクサーも他のキャラにも使いたいので、まあ、負けそうなら、ここ上げていきたいなと思ってます。で、のほさんは攻撃力がマックスになってます。で、かりんさんは防御 HP がマックス。まあ、もうかりんとか関係ないですね。HP が高い方がまあ回復力とかシールド値がでかいんで、まあ、HP 多めに振ってるといいと思います。で、あと、リナさんですね。リナさんも HP 多めで振っていくと、HP の回復量上がるのでいいんじゃないかなと思ってます。大丈夫ですか？大丈夫ですね。残り 60%。まだ長いな。ちょっとアタッカーがやっぱ、のほさん一人なんで、なかなか時間かかりますね。
ちょっと危なくなったらこのルディさんのペット使いたいんですけど、じゃあそのまま解説 したいと思います。解説っていうか、まあ使ってる編成を紹介したいと思います。あとマスタリーの方ですね。マスタリーの方、レベル15が対象の攻撃力が 5% 減少。で、あと、レベル70ですね。敵から受けるダメージが 7.5% 減少。で、レベル75が味方の防御力が 10% 上昇ということで、防御寄りにしてますね。うん。とにかく、ケイドさんが耐久できるかどうかにかかっているので、そんな感じになってます。というわけで、じゃあ、残りは、見ていきましょうか。ちょっと危なくなったら、ルディのペットのスキル、打ちたいと思いますんで、推奨チーム戦闘力、なんと32万になってるんだけど、高すぎ、これは高すぎですよね、設定。そんなに必要ないと思います。大丈夫か。まあ、多分32万あったら余裕で倒せるような気がするんですけど、そもそも推奨チーム戦闘力32万まで上げる方法がわからないですね。こんな、マスタリーとか全部解放して、やれば行くんすかね？よくわかってないんですけど。あ、でも強い方はあれですもんね。1キャラだけで10万ぐらい戦闘力ありますもんね。確か。大丈夫か？ケイドさん大丈夫か？大丈夫。長い、時間がかかる、耐久パーティーなんで、耐久パーティーというか、ノホさんの火力が微妙に足りてないのかな？さあ、もうそろそろ半分ですね。やっと半分。50%、残り 50%。いや、これ、何事もなければ、ちょっと倍速入れたいと思います。あった、危ない。言ったそばから危なかったな、今。言ったそばから危なかったぞ。皆さんがやっぱりかなり優秀な感じがしますね。特に今回の、シーズン2の1章ではリナさん結構ボス戦は全部絡んでくる。1個手前でマラソン、アルゴ戦マラソンしたんですけど、やっぱマラソンするにあたってもこのリナさんの移動速度アップが結構、マラソンを優しくしてくれるっていうことで、あ、危ないかな？ペット使おうかな？どうしようかな？迷うな。うん。そして、リナさん、究極でシールドも貼ってくれるんですよね。だから、この耐久パーティーでも使いやすい。もちろん、攻撃速度を上げるバフとかも持ってるんで、で、リンク効果もあるんで、究極には。あと、これ、危ないかな？ペット使うか？使います。使わなくてもよかったかもしれないけど、不安なんで使っときます。さあ、残り 43%。 何事もなかったらもう倍速されてる。おっと、痛い、ダメージが痛い。ただもうここまで来たら、ケイドさんの方の怒りか怒りアクセのリキャストとかも多分、あ、ダメージメイク貼ってますね。うん、リキャストが間に合ってるんですよね。さあ、何事もなく倒してほしいけど、もうこのやり方以外に倒す方法、まあ、あとマラソンするかぐらいしか思いつかない。まあ、戦力が高くなってくればちょっと他の方法もあると思うんですけど、ちょっと戦力今の時点ではこの方法しか見当たんないっすね。さあ、残り 39%。
ベリーハード結構、ケイドさん、落ちてたんですけど、落ちてたんで、ヘルはちょっと、きついんじゃないかと思ったんですけど、ベリハと変わらない感じでいけてますね、結構。サレオスのセット装備がやっぱりかなり、まあ、いろいろあるんですけど、サレオス結構優秀ですよね。なんかいろいろ使えますね。てか、クールタイムやっぱ短縮がめちゃくちゃ強い気がする。今これ3人ともサレオス装備してますからね。ノホさん以外は。さあ、いいタイミングでシールド貼ってくれた。アタッカー1枚なんで、なかなか時間はかかる。おっと、危ないぞ、危ないぞ、大丈夫か。ペット使うか、大丈夫。ペットのリキャスト回復しましたね。残り 30%。いい感じだ。ちょっと危なっかしいところもあるんですけど、ベリハの時よりは安定してるな、なんか。もうここまで来たら倒してほしい。時間が結構かかってるので。あと、ペット使います。危なかった。でもダメージ免疫発動してたかもしれない。残り 27%。リナさんだけもしかしたら手動で究極打ってもいいのかもしれないな。タイミングでシールドを貼るようにするのもありかもしれない。危ない、危ないな、危なっかしいな。大丈夫か。残り 25%。 おっと、ダメージ免疫発動。あっと、やられたな。まずい、これはまずいぞ。落ちた。ここはケイドさんがタゲ取り戻してもらわないとまずいぞ。カリンさんちょっと逃がしとくか。マラソンになってしまったな、これ。ケイドさんがタゲを取り戻すまでちょっとマラソンかな、これは。いや、ケイドさんタゲ取り戻して早く。あっと、カリンが落ちた。まずい、フシをつけてないぞ。これやばいんじゃないか。いけんのか。残り 22%。 あ、フシをつけとくべきだったな、これ、カリンに。いや、こっからちょっと、じゃあリナさんの底力を見せてほしいな。リナさん一人で行けるようであればアタッカー枠が増えるな、これ。ダメージ免疫発動してる。残り 20%。 楽勝かと思われたその時にやられましたね。さあ、行けるのか行けないのか、やばそうな気はするけど。さあ、リナさんの究極でタイミングよく入ったな。残り 18%。 さあ、頑張ってほしい。いや、これカリンさんの代わりにシャイの方がいいかもしれないな。ここまで耐えれるんであればシャイさん入れて究極回した方がいいような気もしてくる。残り 16%。 意外と3人でもいけてる。
さあ、ペットのスキルがもう少しで回復。オッケー、ペット使えるようになった。ただ、リナさんの究極入りそうなんで、ここは耐えよう。あ、これ危ないかな？ここ危ないかな？大丈夫かな？さあ、残り 14%。いや、結構いけるな。カリンさんいなくても結構いける。さあ、ペットどうするかな？これ。迷うな、迷うな。ここ迷いますね、ペット。いや、ここ耐えてほしいな。シールド、オッケー。入った。残り 12%。うお、これカリンさんいなくてもいける。いけるぞ。ただ最後まで油断できないな、これ。そうですね、これカリンさんの代わりにシャインの方がいいかもしれないな、これ。そうすると火力もっていうか攻撃も速くなるし、シールドを張るタイミングもあれなんで、危ないな、危ないな。これペット使うかな？ちょっと耐えれるか、耐えれるか、究極入るか。入った。残り 10%。 リナさんの究極が入らない時にペット使いましょう。いや、リナさんすげえな。一人で。リナさんの究極入るか。あと少し。あと少しで究極入る。ここ大丈夫か？大丈夫。OK。残り 8%。まさかの最後の方、後半に見どころがやってきましたね。カリンさんいなくてもいける。ということは、カリンさんの代わりに他のキャラを入れてもいいということになりますね、これ。ちょっと危なかしいな。ここペット使いますね。ちょっと、究極が、あれですね。究極は使えなかったので、さあ、残り 6%。ここまで来たらもう、倒してほしいな。すごい長期戦になってるんで、残り 5%。 ただそろそろもうケイドさんの、ダメージ免疫のリキャストが多分回復してる気がするんで、大丈夫そうな気がする。そうですね、ダメージ免疫発動した。残り 3%。さあ、いけるのか、押し切れるのか。残り 2%。 あと少しだ。頑張ってほしい。危ない、危ないぞ、ここ危ないぞ。究極が打てないな。残り 1%。 ここでやられたくないぞ。残り 1%。 さあ、ゴールまであと少し。さあ、究極が入るかな。リナさんの究極入る。うわ、危ない、危ないな。ギリギリだった今。残り 1%。 危ない。不死が発動したか今。さあ、残り 1%。 削れるか。 OK、 削れましたね。ストップ。というわけで無事、何でしたっけ、名前忘れちゃいました。倒すことができました。よかったです。そうですね、これ編成もしかしたらカリンさんの代わりにシャイとかでスキルクール回しするのもありかもしれないですね。もしかしたら今の感じ見てると、リナさんだけでなんか回復が間に合ってましたね。ギリギリでしたけど。で、シャイさん入れたら究極の、回転率上がるんでいいかもしれないです。というわけで、引き続きヘル、最後のボスに向かって進めていきたいと思います。というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。